生まれてきてよかったと、こんなにやりがいがあることを取り組まさせてもらえるっていうのは本当にありがたいな、それをみんなと一緒に変えていけるっていう、だから誕生日の時に思うことはそういうことですかね。どうして山本太郎っていう名前になったんですか？昔に親に聞いたことがあるのは、親が太郎っていう名前が好きだったから、男の子が生まれたら太郎って名前にしようと思ってたっていう、この名前に感謝するっていう気持ちになったのはこの仕事についてからですかね。親ガチャって生まれてきた家が貧乏か金持ちかで運命変わるみたいな。でもね、本当はやっぱり国なんですよ。親は変えられなくても国って変えられる。みんなしんどくなってるじゃないですか。お母さんにいつもありがとうってプレゼント買ってあげる、弟たちに今日はご飯食べに行こうかって誘える、やっぱり心の余裕なんですね。この国に足りないのは圧倒的にお金。私ピアノの先生をしながら3人の子供のお母さんをしていました。政治活動に踏み込むことになったんですけれども、目的は政治を通して全ての国民の暮らしを安定させたい、そしてみんなで笑って暮らしたい、ただそれだけです。今の政治は、お金持ちの人たちだったり泥棒議員たちに牛耳られている、これがただただ許せない。皆さんと一緒にみんなで笑って暮らせる社会に変えていきたい。弟を12年前に自死で亡くしています。長く精神疾患を患い戦ってきた弟は30歳を目前に自ら命を絶つという道を選びました。僕には自責の念があります。弟は2つ夢がありました。毎日仕事に行くこと、結婚をすること、どちらも叶えることができずに30歳を目前に命を絶ちました。弱い立場の人が自ら命を絶たないといけないような、そんな冷たく厳しい世の中では嫌です。山本代表が言われるような、生きててくれよと、死にたくなるような世の中を変えたいんだ、生きてるだけで価値がある、生きてるだけで幸せになれる、そんな社会を本気で作りたい。僕は山本代表に総理大臣になっていただきたいと心の底から思っています。